私たちの日常生活において、空気中を漂う微細な粒子は目に見えないため、その存在を認識することは困難です。しかし、これらの粒子は私たちの健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。そこで今回は、通常目視では捉えられない、飛散する飛沫、エアロゾルを可視化しています。実験には、微粒子可視化システムを使用して、複数の条件で行っています。可視化をするための光源の違い、正常度の高い環境での可視化、マスクの使用の有無、マスクの素材の違いで比較をしました。LED スリット光源ではサイズの大きい飛沫を可視化できます。発生時の口からの飛沫を可視化するのに最適な光源です。可視化用ルミネッセンス光源のシート光ではサイズの大きい飛沫に加えて微小なエアロゾルも可視化できています。光源の感度が高く、サブミクロンの粒子も可視化できるため、人愛の多い一般環境下では飛沫によるエアロゾル増加量の計測には向いていません。可視化用ルミネッセンス光源のスポット使用ではサブミクロンの非常に小さな粒子を可視化できるため、室内に滞留する微粒子が見えすぎてしまいます。同条件での可視化ですが、滞留する微粒子と口からの飛沫、エアロゾルの判別が難しくなります。そこで実験2では正常度を高くした空間で可視化を行っていきます。ヘパフィルターを使用して正常度を高く保った空間で可視化を行います。パーティクルカウンターでは1リットルあたり 0.3 マイクロの粒子が12個から72個、 0.5 マイクロの粒子が12個から32個の環境で可視化を行いました。実験ではパピクペポの半濁音の発生をしています。発音は特に破裂音の発生時に飛沫が多く飛散している様子がわかります。深く息を吸い、一度息を止めてからゆっくりと吐き出す様子です。大きい粒子と比較して明らかに小さいエアロゾルが口から出る様子がわかります。正常度の高い環境で可視化を行うことで外乱となる人愛が減り、飛沫やエアロゾルをはっきりと可視化できています。次に実験3では正常度の高い環境でマスクの効果を検証します。マスクを着用した状態でゆっくり息を吐いて、エアロゾルの漏れ出しを可視化します。不織布マスクを着用した状態ではエアロゾルの漏れ出る様子は確認できません。次にウレタンマスクを着用した状態で同様に息を吐き出します。
マスクの隙間からエアロゾルの漏れ出る様子が可視化できています。今回の実験を通して健康と環境に影響を及ぼす可能性がある飛沫やエアロゾル、感染症の拡大、アレルギー反応の誘発、医療現場でのリスクなど様々な影響が考えられます。その挙動や特性の理解に可視化技術から貢献できることを私たちは目指しています。